はい、おはようございます。江戸本孝之です。今日はラーメン屋の売上アップの話をします。ラーメン屋の売上アップで効果的なのは季節の限定麺っていうのがありますね、まあ。特に夏場は冷やし物の冷たい麺の季節限定っていうのはやっぱり絶対に必要だと思うんですけども、夏以外の季節メニューでもやっぱりお客様が魅力を感じる商品だと思うんですね。で、例えば秋のメニューなんですけども、この動画を撮っているのは 9月の上旬なんですけども、実はテレビではもうおせちのニュースをやってるんですね。なので、季節メニューっていうのは、本当に早いうちから考えてちゃんと試作をして、なおかつ完全に季節が変わる前に投入していく。これがお客様を飽きさせない、すごく重要なポイントになりますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。今日の動画の解説も、動画の下の説明欄に文章で解説してありますので、ぜひそちらも読んでみてください。 それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる